まずはビールからします。その前にちょっと楽しみようかな。いやー、今日はすき焼き風鍋焼きうどんですね。ではいただきます。結構もう卵ね、これね、下手くそなんですよ。殻が入ったりすると思うんですけど、今日は成功ですね。すき焼き風うどんいきます。肉がうまいわ、これ間違いない。うん、おいしい。実はね、昨日まで東京にいたんですよ。いや、何日に東京にいたのかな、3日前か東京に行ったんですけど、何で行ったかというと、Tさんと喧嘩してね、Tさん東京帰っちゃったんですよ。原因は僕になるんですけども、朝目が覚めたらね、そんな大変になっていないんですよ。ええと思ってね、その時俺も古武材になってましたから、アイスを少し出して買ったのかなと思って、電話で散々お詫びして、お願いやから買ってきてくれって言ったら、まあ許してくれたわけなんですよ。で、今 K さんは断捨離を行っているし、部屋も綺麗でスカイツリーなんか丸見えなんですけどね。
もう、そうなると、飲み歩くしかないなってなってくるんで、二人で、ほどほどしてたんですけど。1軒目で24時間営業の食堂があるんですよ。で、そこで飲んで、そこから、そこから行って、レバニラ炒めと、すぐさと、あとなんだっけな、忘れるけど、それを食べて、で、次の日は、上野で居酒屋行って、飲んでました。飲んでばっかりですけどね。昨日帰ってきたわけなんですけども、東京は便利だし、交通のね、便もいいし、東京へタクシー乗ろうと思えば、もういつでも言われるわけなんですけども、こっちじゃそんな日はもう営業しないんで、電話でね、頼んで来てもらうわけなんですけど。東京は便利なんですけどね、なんか東京行くと体調が悪くなるっていうか、今回は腰痛ね、背中の筋肉が痛くなって、もうまっすぐ歩けないぐらいなんですよ。もう今はね、治りましたけどね、あれはもう座っては大丈夫なんだけど、動くともうダメ、腰に来る。新幹線の時にもう先にバーッと走って席を確保してくれて座らせてもらえるんですけどね、本当にねありがたいです。だからまあ自分の体調をねいい時に東京行って飲むのも楽しいですね。もうガンマが1100みたいなことはねしたくないんで、そこは調整しながらやっていきたいと思ってます。今日は病院があって、診察場所が約束して、トイレ提出して、何やかんやしてるうちに、あっという間に5時過ぎになりましたけど、まあ、全てがね、うまくいったんで、嬉しいです。
最近こっちのはレモン味のチューハイ、これのうまって時々買ってるんですけどもね、お酒ばっかりではダメだろういうことなんでしょうね。うまいなぁ。ビジュー忘れてたのも忘れてた、食べるのですし、東京行ったらね、その店でもホッピーを置いてるんですよ。ホッピーで焼酎を割るんですけどもね、こっちの地元ではなかなかそんな店ないですけど、東京ではどんなとこでもホッピー置いてますからね。まあ、飲めばよかったんですけど、ちょっと焼酎が苦手なもんで、また飲みすぎちゃうかもしれないんでね。コロナ配信、怖いですね。僕は外出して戻るたびにアルコールで手を拭いてるんですけども、感染しちゃえばね、怖いですから。昔ね、高校生の方が学校行くのが不調しくて、俺も病気になってみたいとかね、肺炎になったらどうなんだろうと親に言ったら、親父にしばかりましたけどね、何考えてんだお前やっぱとか、チェットアンペンペンっていうぐらいね、何でそんな怒られなきゃいけないのって言うんだけど、まあ今から思えば贅沢なわけですよ、健康体だからね。コロナ肺炎
これを祈ってる人たち、どうなんだろうね。まあ陰性人だけがおいでるみたいなんですけど、本人も心配だろうしね、周りも心配すると思うんですよ。それもせっかくの豪華客船での旅ですからね。僕が乗ってた船はもう漂船みたいな、ちょっと波を立つと沈むぐらいの勢いで揺れるんですけどね。白菜はうまいな。安く売ってるわね、今はね。今ちょっと心配なことは、車はね、もう13万キロ越しましたんで、いつご掃除もおかしくない状態で、一応、馴染みの自動車屋さんに、持ってきて車検してもらうんですけども、細かいところまで見てくれるんですけどね。でもいきなり壊れたこともあるだろうし、どうしようかなとか、新車買うなんて無理だしね。高校生の時、文化祭のね、最終日にフォークダンスをね、踊るんですけども、女の人がこうやって、男がこうやって持つんですけども、自分の好きな子が回っている日、指と指を振り合ったら、電気が走るんですよ。プシーって、ウェーイウェーイ。いや、本当にね、あれ何だったんだろう。中学生の頃は先輩の女の人があまりにも綺麗すぎて、もう光を放ってるんですよね。眩しくて見てらんないみたいな、そんな感じだったんでね。そういう純粋な時代があったんだよな。それだけ順調だったな、今から思えば。俺、東京に行くことになって、デジカメとか、ちっちゃい三脚とか、バッチリとか、全部準備しておいて、朝、カバンに入れようと思ってたんですよ。そこがね、朝、見てもね、カメラがないんですよね。あれと思ってね、探し回ってたら、計算が電話がついて、なんてないのとか言われて、いや、これはね、何時までに見つけるからって言って、ほんとマジ探したんですけど、ないんですよ。どこをどう探してもないんですよね。俺の悪い癖で、ぽいと物を置いちゃうんですよね。決まった場所に置かずに。だからだと思うんですけど。ほんで、3時までに出発するからって言って、
して電話切ったらもうそこから恐怖ですよ。前にね、撮ったデジカメで SD カードが壊れてて認識しなくなっちゃってるんですよ。で、ケンさんはもうできてると思って見たら全然出てこない。ほんだらね、ネットで調べてデータ復旧とか見せて電話かけるんですよね。でもそれでも一件6万円から100万円までとかね、あって、これちょっと高いで、やめとけって言ったんですよね。でも我慢できない人が言ってるんですけど、どうしようもないんですよね。だから、作成した動画に対しては、すごい愛情を持って見てるわけなんですけども、でも俺がなくして、3時まで間に合わずに、どう探してもないんで、3時に電話して、ごめん、今日は行けない。って言ったら、うん、わかった、ってね。代わりに明日行くから、って言って、話したんですけど、全然ない、どうしようもない。で、もう、東京のヨドバシカメラ、なんだっけ、それでいいのかな。そこ行って、もうデジカメ俺買おうかって言って行ったんですよ。でもなぁとか思ってたらケイさんがやめなとか言うんですよ。もう分かったとか言って、でまあ結局帰ってきたわけなんですけども、帰ってきて俺の部屋を探したらもうピンポーンですよ。もうあっという間にケイさんを発見して、よく考えたら俺、表の袋に SD カードを入れて、中の袋にデジカメとか入れてたんですよ。それでも、全然気づかずに、そんなとこ入ってるわけないわなと思って、見てないんですけども、K さんは、あっちまで見つけて、あるじゃんと言われて、よかった。よかった。見つかってよかったよと思って、本当に怯えてましたね。お前たちのバンピのようにプルプル震えてたもん。今年は花粉が強烈ですよね。これ2月16日に必ず花粉の影響が出てくるんですよ。ぴったり2月16日バレンタインデーにない。まあ逆にそうなると対策が早くされるんで、ね、アレルギー科の病院に行って医師に花粉症の薬もらうんですけどもね、かなり楽に過ごせるようになりましたね。一時はもう本当に良かったもん。これで大盛りされましたね。皆さんも専門医のところに行った方がいいですよね。市販薬もいいんですけど、やっぱり自分のホームドクターみたいな先生がいてくれればいい薬に処方してくれるから。今日もぐざぐざ言いながら食べましたけど、すき焼き前です。うどんの好きがね、美味しいですね。皆さんもそういうのを作って食べましょう。それでは今日もごちそうさまでした。